はようございます。久々にアラサー来ました。ドドーンとね、相棒は今日はターンでねちょっと来たんですけども、久々に高飯っていうですねうまい定食屋さんがありまして、今日はちょっと久々にそこに行って、まあ何食べるかはちょっとまだ検討中ですけども、ということで早速行きましょう。無事到着しました。平日なのにめっちゃ自転車置いてありますね。さすが高さん。待ってます。ごちそうさまでした。タガハン久々に行ったけどやっぱうまいですね。あそこはね、平日なんですけども激混みいつ空いてんだって感じですけども、まあ美味しくいただきました。ぜひね、行ったことない人行ってみてください。タガハン揚げ雄っていうね、埼玉の揚げ雄ってところにあるんですけど、すげえうまくて量も多くてボリューミーで、多分サイクリングレベルだとプラマイプラスになっちゃうぐらいの量なんですけども、非常に美味しいんでぜひね食べてみてもらえればなと思います。天丼が結構やばい、海鮮丼は普通にうまい、あとはまあステーキでもおすすめですね。はい、ということで今日はねこのターンのバージョン N8 ですね。この子でサイクリングしたのは初めてかな。この折りたたみのミニベロちゃんで今回はちょっとねサイクリングしてきたんですけども、非常に良かったです。15キロとか圏内だったら全然この子でもいいんじゃないかなと思いました。はい、ではまた次回の動画をお楽しみに。お疲れ様です。